ここでマッティに問題です。はあ、再生数が一番多い動画は何だと思いますか？いっぱいやったよね。あんなことやこんなこと。何をやったかが一つも出てこない。そう、私も今他に何やったっけなと思ってね、思い出そうとしたんですけどね、再生数が異常に低い、なんか直撃の相馬のリンゴリゾットしか出てこなくて11回でやばくない？一番再生数が一番かな多いのはスパイファミリーだそうで。おお、初期も初期じゃん。初期も初期よ。ディーン。というわけなので、今日はですね、スパイファミリーに出てくる料理を作ります。夜さんが作ったシチューを作ります。おお、シチュー。シチュー、では早速どうぞ。名前忘れた。うまい、うまい、これ美味しい。え、これ美味しい。ドヤーシ美味しいわ。食べさせたい誰かに。工藤咲のステマ。さあ、夜さんのシチューですけれども、作ったのはこんな感じです。かなり再現度高いと思うよこれ。さっきちょっと見たけど確かに、うん、これはですね、単行本だと、はい、おかんの24話かな、うん、夜さんがめちゃくちゃ料理下手な人なんですけど、ロイド・フォージャーさんとアーニャかの2人のために手料理を振る舞うと、うん、頑張った。そう、特訓をして作ったのがこのシチューで、はい、出身地が、この作品の舞台がヨーロッパのどこかっていうことなんですけど、うん、多分ドイツじゃないかなという予想なんですけど、うん、この南部の、うん、シチューっていうのが明かされていたので、私はググったわけです。うん、ドイツ料理で、シチューがあって、名前忘れたー。グヤーシュ、グヤーシュっていうシチューらしい。グヤーシュ。おー。このね、添え物がね、クヌーデルっていう付け合わせが、うん、じゃがいもと余ったパンを、うん、こう牛乳でぐちゃぐちゃぐちゃってこねて茹でた料理なんですけど、うん、ポテトサラダみたいなやつ、多分ニョッキが近いのではないかと。ニョッキ、ニョッキ、あのもっちりしたから茹でてるから多分ニョッキっぽいと思います。具材はまあ普通のシチューっぽい、じゃがいもとか人参と玉ねぎと牛肉入ってます。我々が知ってるシチューの色じゃないじゃん。それよく気づきました。パプリカパウダーのポイントらしい。おお、パプリカ煮込みみたいな意味合いなんだって。グヤーシュって肉のパプリカ煮込みなので、パプリカも入ってるんですけど、具材切ってね、パプリカの粉を信じられないぐらい入れました、うん、なるほど、その色味ってことね。色味はそうですね。あとトマトも入ってるんで、その辺の赤いものたちでこの色合いになりました。でも、うん、夜さんが作ってるのは中にサワークリームを入れるっていうのがポイントらしいです。へぇ、若干クリーミーな色味です。お味はいかに。うわ、うまっ、うまい、これ美味しい。これ美味しい。ドヤーシ美味しいわ。野菜結構煮込んだんで味すごく美味しい。パプリカが多分聞いてるかと思うんですけど、海外料理っていう感じの味がしますね。日本の料理の味じゃないです。成功してるじゃん。してる。これめっちゃ美味しい。これ名前忘れた。クヌーデル、クヌーデルね、じゃがいものニョッキみたいな。いただきます。あー、クヌーデル感ある。ヌーって感じします。ヌーって感じ。ニョッキなんだけど、ニョッキよりももっちりしてなく、うんうん、付け合わせとしては腹持ちもいいし、この余ったパンを再利用するっていうことがいいですね。この卵ポイントなんですよ。目玉焼き失敗しちゃったけどみたいな、ね、セリフがあったんで、はい、そうですね、目玉焼き感の残ったオムレツみたいな感じ。そうですね、卵焼きにしか見えないね、こっちからだと。いただきます。失敗した加減も再現したってこと。そうよ、もう最高の、これ再現ですね。おいしい。いいじゃん。食べさせたい、誰かに。皆さん、ぜひ作ってみてください。はい。この番組は、あ、間違えた。ステマは毎週水曜日配信です。番組の裏側を綴ったマッティのステマの裏側をノートで絶賛公開中です。チャンネル登録も
お願いします。お願いします。